小説、割り泣き恋などが話題の大女優で作家の岸恵子さんの現在の住まい、なぜ綺麗なのか、また韓国との関係が関心を持たれているようです。その岸恵子さんの年齢、自宅、夫、娘、若い頃などウィキプロフィールに興味があったので調べてみました。岸恵子さんのプロフィール、名前、岸恵子、出身地、神奈川県横浜市。生年月日、1932年8月11日。年齢、84歳、執筆時。身長、161センチメートル。体重、47キログラム。学歴、神奈川県立横浜平沼高等学校卒業。現職、女優、文筆家。岸恵子さんはもともとは作家志望で川端康成をよく読んでいたそうですが、高校時代に見た映画、美女と野獣で映画に興味を持ち、松竹大船撮影所を見学しているところをスカウトされます。以後、君の名は、三部作をはじめ、数々の名作映画に出演し、ヒット作を多く世に送り出します。主人公の氏家真知子を演じた、君の名はでは、あまりの寒さにアドリブで耳や頭を巻いた、真知子巻きが大流行するなど、社会現象にもなり、松竹の看板女優としての人気を決定づけます。以後も市川崑監督作品をはじめ、数々の巨匠の作品に出演。2000年に発表された、キネマ旬報の20世紀の映画スター、女優編で日本女優の8位に、2014年発表のオールタイムベスト日本映画男優、女優では日本女優の7位にランクイン。日本の映画史を代表する大女優の一人としての評価が定着しています。岸恵子さんの旦那。岸恵子さんは1957年、25歳の時にフランス人の映画監督で医師でもある11歳年上のイブ・シャンピさんと結婚し、パリに移住します。馴れ初めは、イブ・シャンピさんが監督した1956年の日仏合作映画、忘れ得ぬ慕情に岸恵子さんが主演したことから、夫のイブ・シャンピさんは、母親が世界的なバイオリニストだった影響で、女性は手を大事にしなければならない、という理由で、岸恵子さんが料理をするのを禁じたのだそうです。それが元で岸恵子さんはノイローゼになってしまったそうですが、この時期にフランス語をマスターします。そして、夫を通じてサルトルやボーヴォワールなど、当時のフランスを代表する文化人と交流を持ちます。1963年には一人娘のデルフィーヌイコール舞妓、シャンピさんを出産します。次ページ、岸恵子さんの離婚、イケメンの孫、若い頃が超美人。意外な韓国との関係とは、岸恵子さんの離婚、娘、イケメンの孫、順調に見えた結婚生活でしたが、やがて陰りが見えてきます。夫のイブ・シャンピさんは、当初は才能ある有望な若手と目されていましたが、やがて才能が枯れていき、70年代に入ると映画を撮らなくなってしまいました。一方の岸恵子さんは、映画出演の依頼が引きも切らずに、大女優への階段を駆け上り続けていました。拡大する一方の夫婦格差に嫌気がさした夫は、浮気に走るようになったと言います。そして、75年についに離婚し、岸恵子さんが親権を持つことになりました。デルフィーヌさんはソルボンヌ大学を卒業後、バンド活動などを行っていたそうで、パリ在住のオーストラリア人の作曲家と結婚。デルフィーヌさんは二人の男児を出産し、後に夫と別居したとのことです。岸恵子さんは、夫と離婚した後、パリの高級住宅街として有名なサンルイ島にある築400年の家で一人暮らしをしており、時々娘や孫たちに会いに行っているのだそうです。岸恵子さんは、現在もドラマやバラエティ番組に出演するほか、小説の執筆にも携わり、2013年には熟年男女の恋を書いた、割り泣き恋を出版。
翌年には同作をもとに一人舞台、マリナキ恋の脚本、主演を行うなど、80歳を過ぎた現在も旺盛な芸能活動、創作活動を続けています。次ページ、岸恵子さんの若い頃が超美人。意外な韓国との関係とは？岸恵子さんの若い頃、岸恵子さんは若い頃は超美人の女優として知られていました。こちらが若い頃の岸恵子さんのお姿です。デビュー作、君の名は、町子役。ジャン・コクトー監督と、雪国、駒子役。こちらは83年の市川崑監督の映画、ささめ雪の時のものです。当時は50歳を過ぎていましたが、この美貌です。ささめ雪やってる。ちょうど今日本屋で岸恵子の本読んでみたかったんだ。岸さん好き。さゆり様も可愛すぎ。ささめ雪は大好きな映画。好きな映画でも3度も見ない私だけど、この映画は何度かんたか知れない。帯がキューキューなる、のくだりが指摘によく私もあるので好き。シャープ着物シャープささめ雪シャープ岸恵子シャープ吉永さゆり。そして現在は80歳を過ぎていますが、年齢を感じさせない若々しさと美貌を保ち続けています。岸恵子さんと韓国の関係。岸恵子さんを検索すると、韓国とか韓国人といった関連ワードが出てきます。岸恵子さんとフランスとの関係は有名ですが、韓国との関係もあったのかと意外な感じがしますよね。気になって調べてみたのですが、どうやら以前日刊糸井新聞のインタビュー記事で、日本の選手は見ていてハラハラすることがあるけれど、キム・ヨナ選手は安心して見ていられる、といった内容のコメントをしたことがあったそうです。その後、記事は削除されてしまったようですが、その削除の理由というのが、一部のフィギュアスケートファンから猛抗議を受けたからではないか、と目されているようなのです。残念ながら記事は削除されており、正確な文言を確認することはできませんでした。しかし、岸恵子さんが日本のフィギュアスケーターを貶める意図があったとは考えにくいです。あくまでもキム・ヨナ選手を称えることに主眼があったものと思われます。とはいえ、上の発言が事実であると仮定すれば、比較することで、片方を下げて片方を上げる、という表現であることには変わりはなく、そこに過剰反応した人たちがいたということなのかもしれません。以上、岸恵子さんについて、